はい、新シリーズが始まりました。その名も NBA2K モバイルの教科書ということで、こちらはですね、まあ、どっちかというと初心者向けの方に NBA2K モバイルどうやって遊ぶのとか、遊び方とかね、いろいろ、まあ、ゲームなんで選手の操作方法とかですね、そういうのを中心に、まあ、分かりやすく解説していきたいという新コーナーでございます。第1弾手始めとして NBA2K モバイルでね、独自の技を繰り出す、特別な選手というのがいます。この選手にしか出せない技とか、この選手だとすごい決まりやすいとか、そういう技がありますので、それをちょっと厳選して今日は特別に皆さんにお見せしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん、まあ、もちろんちょっと技なんで、あのなどもなどね、一発で成功するわけじゃなくて、何度もやっぱり繰り返し練習することも大切でございますので、ね、はい、ぜひ皆さん注目して見ていただければと思います。今日村正樹の NBA TV。はい、技解説ということで、まずは、カリーの、流れながら3ですね。はい、カリー、よく使いますけどね、こちらの選手ですね、注目してみてください。はい、まあ、よく使うんですけどね、カリーね。はい、こっちは右切り返してって奥で、はい、今分かりました？分かりました。体勢が悪い状態で、まあ外れましたけど、一回切り替え、あ、これ今ちょっと普通に打とうとしちゃったんで、こう動きながら流れながら放っていくっていうシュート。まあもちろんちょっとずっと外してるんですけど、 100% 入るわけじゃないですよ。これ入ったかな、これ入ったやつ、あ、入りましたね。まあ流れながら打つと、まあもちろん確率は悪いんですけど、カリーだとまあ入るっていうので、他の選手だと絶対入んないですから、カリーだからこれができるっていうね。はい、今スイッシュで入りましたね。マジでスイッシュで入ると気持ちいいんで、もう一回ちょっとこれいい例だったんでリプレイで見ましょう。カリーがこの位置、しかもスリーポイントラインのはるか後ろで体勢崩れてますよね。流れながらの状態で、まあイエロー出すことができましたけど、まず普通の試合ってイエロー出ないから、うん、イエロー出ないけど、イエロー出てこれがゴールに吸い込まれていく。これマジ決められるの、一回他の選手でやってみてください。あ、ちなみにリラードは入ります。リラードもこれできるんですけど、カリーとリラードぐらいで、マジで他の選手入んないん で、やり方はもう本当に、十字キーを押しながら、そのまま流れながらでシュート放てばいいんで、止まらなくていいです。ただ、これちょっとね、注意してほしいのは、右に左でそのまま繰り出す人が多いと思うんですけど、ヘッドとヘッドとかだとね、右に左に嫌われちゃうので、まあやり方ちょっと考えて、はい、ぜひ試してみてください。入ると気持ちいいです。はい、続いてクレイの高速サイド3ということで、クレイですね、こちらの選手ですけど、まあ、あんまりめちゃめちゃ使うっていう人もいないと思うんですけど、彼ほんと独自のね、オリジナル技があるので、はい、今ちょっと分かりにくかったかな、今発動したんですけど、この高速サイドステップ3はマジで、あのクレイオリジナル技、彼でしか発動しないので、ぜひ極めてほしいですね。これもちょっとチャレンジしようと、はい、今ちょっと分かりにくいかな、ちょっと出ました、はい、入りましたね。まあこれちょっと今2点でしたけど、まあ3じゃなくても別に2点でも同じなんですけど、まあやり方はですね、はい、これ見ました、はい、早い、これで分かりましたかね。この今右にステップ切った時のスピードが、まあもちろんサイドステップ3は誰でもどの選手でも打てるんですけど、このスピードがね、一番速いです、クレイは。これ多分運営がね、こういう仕様で、多分ね、クレイ独自の技で作ったと思うんですけど、このステップの速さがね、はい、このステップの速さ、マジ異常ですね。マジでこの速いので、やっぱりディフェンスがついていけないですよね。ディフェンスがついていけずに、もうすぐ放つことができると。まあ、精度は100発100中じゃないですけど、まあ、ディフェンス剥がしてね、3が打てるので。で、やり方は、左スティックで動きたい方向、右でも左でもいいですけど、押しながらシュートを押すので、ちょっとタイミングずれちゃうと、発動しないんですけど、ぜひやってみてください。はい、続いてはもう、シャックアタックですね。まあ、シャックは、本当に、パワーがやばいので、インサイド、まあ、ちょっと今外れちゃいましたけど、パワーがやばいんでね、
どっちかというとこの技は初心者向けかな。本当に単純なんで、ポストでもらったらこのようにもうゴール下までじりじりと押し込んでってシュート、もしくはダンク放ってくれますんで、はい、これ背負ったら向かってた、はい、今弾き飛ばしましたね。はい、ああいう風に一回弾き飛ばしちゃったらもうダンク狙えますんで、しかも相手ウェンビーですからね、ウェンビー相手でもゴリゴリいける。はい、今のはかわし方がうまかったですね。今のはちょっとパワープレイでもないですけど、まあああいうかわすこともできます。はい、これもくるっと回ってて、はい、完全にインサイドを支配しております。パス出して背負って、はい、でこのようにちょっとファンブルしましたけど、しっかり取ってシャックアタックバチ込みましたね。さあ別の角度から、はい、これくるっとね、また別でちょっと解説するんですけど、ああいう風にクイックターンすることもできますので、とりあえずゴールに向かってこうゴリゴリ押し込んでって放てば、ダンクがシュートで投げてくれますんでね、ブロックもほとんどされないんで、もう本当にこう押し込んでってね、はい、今完全に、はい、今の完全にパワー勝ちですね。押し込んでって相手が弾き飛ばされたらもうダンク、はい、バチ込んで、はい、今はターンが良かったです。はい、またここでもゴリゴリ、はい、今相手多分今スティール来たんで、うまく合わせてクイッといけましたね。まあ基本も本当に背負っちゃったらこうやってクイックターンもできますので、はい、もう単純です。ゴールに向かって十字キー傾けるだけですから。パワープレイ、弾き飛ばされても、はい、もう一回挑む。でこうやって、はい、グリーンショット出ましたね。まあタフショットになりがちですけど、あえてグリーン出すこともできますから、インサイドね、これとりあえずゴール下のペイントエリアに入っちゃえば、まあこれ 100% もちろん決まり技じゃないですけど、まあ困った時にシャック出してくれれば、まあ 50% ぐらい決まる技だと思いますんで、はい、押し込んで、はい、グリーン出ましたね。今のもうまさがキラリと光りましたんで、ぜひシャック使った際はパワーで押し込んでください。初心者向けですんで。はい、続いてはオラジュワン選手のスピンムーブですね。先ほどのパワープレイとは打って変わって華麗なオラジュのスピンムーブをご覧いただきましょう。さあ行きます。さあ持って背負った状態は一緒、ここ今わかりました、ちょっと失敗しましたけど、背負った状態くるっと、これもちょっと失敗ですね。 100% これも決まるわけじゃないんですけど、まあこのセンターポジションでくるっと、はい、今決まりました、確定で。はい、今の技ですね。今のがオラジュのスピンムーブです。スローで見てみましょう。はい、センターポジション、背負って、パワーで押すんじゃなくて、はい、で、転びましたね。スピンムーブうまく決まると、相手がこういうふうに転びますんで、で、もうドフリーで、インサイドダンクバッチ込むことができますのでね。で、操作方法は、まあ、最初インサイドでポストで、背負った状態で、まあ、左スティックですね。左スティックで、右でも、左でもいいので、回りたい方向に押すと、くるっと回れますので。はい。まあ、操作は簡単なんですけど、ただ、あ、これはちょっと珍しいフックショットが出たんで、一応入れてみましたけど、100% 決まるわけじゃなくて、くるっとね、まあ、あと、今のちょっと、弾すぎてうまく回りきれなかったっていう。今のもちょっと垂直に回っちゃって、失敗してる例ですね。これも今垂直に回っちゃってスティールされたりしちゃうんですけど、でくるっと回らないとこうただ普通のさっきのシャックみたいに押していくプレーになっちゃうんで、うまいことね、うまく背負った状態で、今これもちょっと正面向いちゃいましたけど、正面向かずに背負ってくるっと、これはねちょっといまいちですね。うん、まあ得点はしましたけど。はい、これもちょっと垂直でしたけど、今の決まりましたね、一応。くるっと相手が手出せない感じですね。くるっと回っちゃうと。はい、くるっと、はい、今確定で決まりました。でも、くるっと回るとね、本当にノーマークでドフリーでダンク基本的に 100% バチ込めるので、決まれば確定技ですね、これは。センターの。決まれば確定技なので、ね、ぜひね、皆さんも、はい、マスターしてみてはいかがでしょうか。はい、ステップバック3はね、もう皆さん、これ有名なんで、皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、あとステップバックはね、別にハーデンじゃなくてもできます。できるんですけど、やっぱりハーデンのね、リアル NBA の方でも得意技じゃないですか。だからやっぱり、ゲームでもやりたいっていうんでね。
はい、ステップバック。あとね、どっちかというとやっぱあのハーデンのステップバック3は他の選手よりもキレがあると思います。で、出し方はシュートと同時に左スティックでゴールと逆方向のボタンを押していただければっていう感じですね。まあ、こういうふうにバックビハインドと組み合わせると気持ちいいですよね。はい、これシュートと同時にゴールと逆方向に矢印がね、ちゃんと出てたでしょ。あれで成功でございますね。タイミング悪いとできないですけど、はい。まあ、バックビハインドとか、レッグスルーとかと組み合わせて、あとね、これ場所が問題ですね。今、スリーポイントのもう後ろからやっちゃうと、さらにスリーポイントの後ろから打つことになるんで、距離が伸びてしまう。まあ、それでも決めるんですけど、それでも決めるんですけど、だから、スリーポイントの手前のラインに入った状態で、ステップバックを発動すると、うまく、スリーポイントギリギリのところで打てるかなっていうのを、そのポイントはありますけどね。まあでもハーデンだったら、まあ大体結構遠くでも決めてくれますんでね。はい。まあぜひ、まあこの距離の感覚を詰めていただいて、しっかりマスターしていただければ、まあハーデンで決まればね、バチコリと気持ちいいんでね。はい。これは中に攻めましたけど、まあそんな感じ。あとこれ、あの、煽り中外役キッズとマッチングしましたね。まあこういうやついるんですよね。煽り中外役キッズがもうスタンプなんか手当たり次第送ってくるっていう。しかもこういうやつで限ってさ、これ右に左にだから。見てこれ右に左にだよ。明らかに右に左にでスタンプばっか送りまくって。もうこういうやつはね、現実友達いませんから無視してください。気にしないで。自分のプレイをね、バシ込んで。はい。で、ハーデンはもちろんドライブもできますから、外できたらフェイクして、中に切り込むっていうのもできますからね。ぜひ、ハーデンのステップバック3。皆さんもやってみてください。はい、いかがだったでございましょうか。はい、NBA2K モバイルはね、モバイルのゲームですけど、侮るなかれ、このようにですね、奥が深いです。一部選手のみに発動するオリジナル技がございますのでね、ぜひ皆さん、他にもね、実はまだまだあるんですけど、まあ、とりあえず今回は第1弾ということで、5選手。ご紹介しましたけどね。まあもちろんね、簡単にできるわけじゃない。操作方法を教えたからといって、すぐできるわけじゃない。ちょっと練習がね、必要な選手もいるので、まあぜひ皆さんもね、ここで学んだことを、実際に皆さんのスマホを手に取ってね、試していただいて、何度も何度もチャレンジすると身につくことができます。私もね、もう6年やってますよ、このアプリ。6年やってね、いろいろちょっとずつ気づいた。ことをこう皆さんにお話ししているのでね、やっぱコツ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 努力することが大切かなと思いますんでね、はい、やっぱりステップバック3とかもね、やっぱタイミング未だに合わない時ありますから、まあ、練習を積み重ねてね、はい、特殊技を皆さんも身につけていただければと思います。はい、まあ、今回ねちょっと珍しく、久しぶりにちょっと解説動画撮りましたけどね、まあ、他にもなんか分かんないこととかリクエストとかあれば可能な範囲答えていきたいかなと思いますんで、はい、ぜひとも、NBA2K モバイル盛り上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネルからの大切なお知らせです。ジョモナマタケシ TV のメンバーになれませんか？メンバー特典としてコメントの優勢返信や人数が集まればメンバー限定の PVP 大会も開く予定です。ぜひふるってメンバーになってジョモナマタケシ TV を応援しよう。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.